聖漢。聖漢、聖漢。304年から347年は、中国の五個十六国時代に存在した国。友い帝族、帝族の一種の李武氏により建国された。当初の国号は、大政であったが、李樹の時代に漢に改めたことから、合わせて、聖漢と呼称される。また、五色とも記載される。李氏の祖先であるは、 派生軍東局県、現在の四川省拠県に居住して、もえ帝族を束ねていたが、五冠末に曹操の命により、伊水上流の略用軍理見見、現在の官縮昇進案件の東南に移住させられた。リトラの子であるは東京領省に任じられ、総隆氏、精神に侵入した。296年、帝族の西和都市が精神に反乱を起こすと、 連年にわたり、飢饉が続いていたこともあり、寒中は大いに荒廃した。そのため、略用、天聖をはじめとした六軍で流民が大量に、発生し、李氏信の子である、李徳は、兄弟と共にその集団を率いて、寒中に南下した。李徳はさらに、破色、現在の四川省一帯に入ろうとしたが、許可されなかったので、精神から派遣された、侍御尻を買収し、 その許可を取り付けて、職に移った。この際、李徳の勢力は、漢族などを合わせて10万人にまで達する強大なものとなっていた。300年11月、益州しし、長は大長州に任じられて中央へ帰還するよう命じられたが、彼は、長王芝林に中殺された皇后下南風と隕石関係にあったので、その最下が及ぶのを大いに恐れた。そのため、 駅州に泊まって、自立を目論み、利徳ら兄弟を交遇して六軍の流民を自陣営に引き込んだ。新人の駅州市し、高等が生徒に着任すると、長は反乱を起こして、これを殺害し、さらに、西恵比寿高一尋僧、県威軍大守里、三軍大守、各方らをことごとく打ち果たすと、ついに大都督、大将軍、駅州墓を自称して、 太平元年と改元した。李徳の弟である李将は特に朝に工遇され、一万の兵を指揮して反乱軍の中核を成していたが、やがてその実力を朝に警戒されるようになり、301年1月に中殺された。李徳はこれに激怒し、密かに七千の兵を率いて、朝敗下の被縁の陣営を野襲して焼き払い、八点九割の兵を戦死させた。さらに、 李徳は弟の李隆と共に成徒を目指して進撃すると、長は大いに恐れて逃亡を図るも敗下に殺害された。こうして乱は鎮圧され、蝶討伐の功績により、李徳は千武将軍、長楽合公に任じられ、李隆は勇サ将軍、武明公に任じられた。その後、新任の益州士白らなが到来すると、李徳は、 免地区に入って、ラナを移動した。だが、ラナを配下の交換軍隊出身全らは、李徳とその一族を全員中殺するよう進言した。ラナオは入れなかったものの、李徳はこれを聞いて、心中不安になった。親善は、超討伐の手柄を捏造して、流民の活躍を自分の功績にしようとしたり、流民の資材を奪おうと目論んで石章を設けて、 産を調べさせるなどしたので、流民たちは大いに恨みを抱いた。301年3月、朝廷は、駅州にいる流民たちへ、郷里に帰還する様、通達を出した。李徳は、廃下の演式を、ラナオの下へ、幾度も派遣し、帰郷を秋まで延期するよう求め、さらに賄賂も送ったので一旦は延期は許可された。だが、神前と、リラが反対したことにより、 再度7月までに帰郷するよう通達を出した。当時、大雨が降り続いて帰る手段がなく、まだ穀物も実っていない時期なので、食料もなく、流民たちは帰郷を命令に、どう対処していいかわからなかった。そのため、李徳兄弟が自分たちのために、期限延期を請願していることを知って、これを頼みとするようになり、李徳は、面畜に大きな陣営を築いて、 行き場のなくなった流民を収容した。神前はこれに激怒して街道に盾札をかけ、李徳兄弟の首に重い懸証金をかけたが、李徳は弟の李情と共に六軍の流民の豪族も懸証金の対象に書き加えた。そのため、流民たちは盾札を見ると驚愕し、ことごとく李徳に助けを求め、一月もしないうちにその数は二万を超えた。その後、李徳はまたも、 遠識を派遣し、だなおから帰郷の期日を伸ばす合意を取り付けた。だが、親善は要所に囲いを設けて、流民を捕らえる準備をしていたので、遠識は、面地区に戻ると、李徳へ十分に備えをしておくよう告げ、李徳はこれに従った。10月、李徳は、北栄と東栄の二つの陣営を築き、李徳が、北栄を、李流が東栄を守った。親善と、李は、 ラナオの許可なしに独断で、リ徳討伐の兵を挙げ、高官トイソ騎馬門長武氏らに三万の兵を与えて、北へ帰襲させた。ラナオはこれに憤きったものの、やむを得ず徳くもり伝差を派遣して、ソモらを援護させた。だが、リ徳は十分に備えをしていたので、敵軍の半数が陣に侵入したところで伏兵に襲撃を命じ、敵軍の大半を打ち果たして、デンタスク。 そもと、武氏を戦死させた。ここにおいて六軍の流民たちは、李徳を狩猟に衰退し、行人北大将軍に推挙した。李徳は、親善討伐の兵を挙げると、兄の表記将軍李タスクと弟の行器将軍李城に命じ、高官を攻撃させて幾度も破った。ラナオは救援の兵を派遣したが、救援軍は、李徳を恐れて進軍しなかった。 敗北を重ねた、神前は交換を放棄して、紅葉へ逃走したので、李徳は交換に入場して、拠点とした。その後、李徳は、ラナオを標的に定めて、成徒へ軍を進めると、敵軍に連戦連勝した。ラナオは、成徒を固守して、李徳来講和を試みたが、李徳は聞き入れなかった。ラナオは、両州、ネ州に救援を求めるとともに、 豊洲から水まで七百里にわたる陣を築いて、李徳と対峙した。これを受け、南恵比寿コ入イ氏は、兵五千を、らなお救援のために派遣した。三百二年、長安を統治する加官王柴は、李徳討伐のため、ただし英博を、指導へ進軍させた。李徳は、この李党、李武氏を派遣して、英広氏を攻撃させ、撃破して、敵軍の大半を殺した。 英広氏の敗戦を聞いた指導軍大衆、長遠は大いに恐れ、城を捨てて逃走した。李徳は英広氏を追撃して、派生を攻め落とし、さらに、下方まで進んで、英広氏の残党を、ことごとく降伏させた。ラナオは、ただし守る針亀に命じて、重城を攻撃させたが、李徳はこれを迎撃して、大いに打ち破った。5月、李徳は、大将軍、大都督。 両域二州所軍事、益州牧を自称し、精神と完全に決別した。8月、朝廷もまた、利徳討伐のために交官軍大衆張り印を、徳陽へ進軍させると、利徳は軍を進めて、李唐と共に長印を攻撃した。長印は、堅遜な地に寄ったので、利徳は不利に陥ったが、李徳は、救援に駆けつけると死に物狂いで奮戦し、 迎え撃ってきた長印の軍を壊滅させて、利徳を救った。長印が退却しようとすると、李徳は水陸の両面からこれを追撃して長印を殺害した。同時期、利徳配下の特養軍大使権広氏は、友栄軍の孔馬で軍を進め、この地を占領した。芝は領収し下もとを新たに派遣して、利徳討伐に当たらせたが、利徳はこれを破った。その後、 理徳は、李嬢を橋に忠軍させて、ラナオへの備えとした。李嬢は、迎撃に出た、ラナオを二度に渡って破り、武器を奪って、尋問を焼いた。李劉が、生徒の北に軍を進めると、ラナオ配下の長卿は、李嬢に偽装投降を仕掛け、ラナオへ、李嬢軍の様子を報告した。これを受け、ラナオは、精鋭一万人余りを派遣して、李嬢の陣営を野衆し、破れた李嬢は、 少子と共に、李竜の陣営へ逃げた。李竜は、李城の残兵を合わせると犯行に転じ、追撃してきた、ラナオ軍を返り討ちにして、大いに破った。ラナオの兵で破れて帰還できた者は十人のうち一、二人に、過ぎなかったという。303年1月、李徳が、ラナオの水軍を破って、成都へ進行すると、職軍大使、助犬は、成都症状を上げて降伏した。 李徳は、少な城へ入城すると、年号を伊て初と定めて、正式に自立を宣言した。これが、実実上の聖官建国と言われる。ラナオは、生徒都市城に牢城して、守りを固めた。職の人々は、李徳の襲撃を恐れ、相次いで、集落ごと李徳に侵入した。李徳はこれを安部して、彼らのために食料を供出したので、軍中は、 食糧を不足に陥り、解消のために六軍の流民を各集落へ分散させて配置した。各々の,の,の集落は表向きは離徳に従っていたが裏では、ラナオとも通じており、李流、李ウ、リタケシラは、食の民への警戒を怠らないよう進言したが、李徳は入れなかった。ラナオ敗下の駅州兵装十字人やアキラは密かに集落へ到来すると、 2月10日に共同で、李徳を攻撃するよう諸区の民と迷約を交わした。さらに、任明は偽って李徳に投降し、ラナオ軍の食料が尽きていると偽りの発言を行って、李徳を油断させた。2月、ラナオは大軍を派遣して、李徳の陣営へ総攻撃をかけると、これに各集落が一斉に降応したため、李徳は大敗を喫して、新しいシゲルに退いた。 その後、ラナオが再び大軍を率いて攻撃をかけると、リトクは再び大敗して戦死した。リトクの死により、流民たちは大いに動揺したので、李流は、李ト李武タと共に兵を束ねて、赤素、メンチクの東まで撤退しので、成都症城をはじめとした多くの城を失った。李流はかつて、リトクが築いた陣営に入ると、自身は、東映を守り、李トと、李武氏には、 北栄を守らせた。その後、李徳を継いで、大将軍、大都徳、益州牧を称した。朝廷は、慶州市総隊、伊達平軍大使孫岡に、水軍三万を与えて、ラナを救援させ、総隊らは徳洋まで進んだ。李塔と、植軍大使李孝は、徳洋軍大使人蔵を救援させたが、孫岡は徳洋を攻略して、首相の剣広を捕らえ、 人造らを不良に配送させた。その後、総隊は、公へ進出した。三月、ラナオは、ただし守る常見を橋へ進行させると、不良の民である薬神がこれに呼応して、リ流を攻撃した。リ流は、薬神を撃破すると、そのまま、常見の陣を攻め破り、常見の死卒を死産させた。リ流不在の隙をついて、ラナオ配下の騎馬門左半木、何 沖きが三道から、北へを攻撃すると、北へ内にいた、正と海白は寝返って呼応した。李流ら和軍を転身させると、北へに入って、左ハンに対象し、不正と海白は敗走して、ラナオの下に走った。李流は追撃して、生徒に迫ると、ラナオは閉門して、守りを固めた。この時、リ徳の子である李トは傷を負って戦死した。李リは、李徳。 李塔が立て続きに戦死した上に、総体、孫岡の慶州軍が逼迫していたため、戦意を喪失してしまった。ついに、李徳の妹婿である相撲も含むと防御し、ラナオへ降伏することを決断した。李武氏と李尚はこれに強く反対したが、李流はこれを認めなず、5月に入ると、この李与らを孫岡軍に、人質として派遣した。李岳氏はこれに強く反発し、 李福夢の子である、李李と共謀すると、独断で兵を起こして、孫岡軍を攻撃して対勝した。ちょうど総体もこうで休止したため、慶州軍は、李リ討伐を中止して撤退した。李リは、自らの判断が誤りであったと認め、以後は、李武氏に軍事を任せるようになった。6月、李武氏が、ラナオ軍を攻撃すると、ラナオは、生徒ふと市を固く守ったため、 李武氏は標的を変えて、長江を渡り、三軍隊士鎮図を攻撃して殺害した。七月、李リは陣営を移して、城を拠点としたが、城内には食料がなかったので始卒は上に苦しんだ。だが、青城山に拠点を築いていた、天使道の教祖争班長は、李リに味方して、軍量を供給したため、軍は息を吹き返した。九月、李リは十秒にかかると、 この利用を差し置いて、李武氏を後継者に指名し、間もなく死去した。諸将は、遺言に従って、李武氏を君主とし、李武氏は、大都督、大将軍、益州牧を自称し、上都に定めた。李武氏配下の牧安氏は、ラナオに偽装投稿を仕掛け、ラナオ配下の開白を、上におびき寄せた。李武氏は、 敵軍が到来したのを見ると、伏せておいた李城の兵に奇襲をかけさせ、海白を大いに破った。海白が破れて逃走すると、李城は追撃をかけて、聖都商場まで至った。ここで、李城は自軍をラナオ軍に偽装させたので、奇打ちの兵士たちは勘違いして、李城を城内に迎え入れた。ラナオは異変に気づくと、毎発城を出て、聖徒ふト市城に撤退した。 李城は、権威に向かうと、権威軍大衆がさね、海を捕獲して処刑し、この地を抑えて、ラナオの輸送路を断った。これにより、ラナオ軍は、食料が欠乏し、大いに困窮した。12月、李武氏が、ラナオの守る生徒ふと市場を吸収すると、ラナオは、騎馬モンバリラを残してヤーに乗じて逃走した。蝶らは、間もなく、城門を開いて、李タ氏に投降したので、 李武氏は、ついに完全に、生徒を制圧した。304年10月、諸将の勧めを受けて、李武氏は、政党を合して健康と改言した。正式には、これが政官の建国とされている。李武氏は、精神の法を廃止して簡略化した法を七章定め、各々の進化に格差をつけて、感謝を授けた。306年6月、上昇。 ハン・ナガオが、リタケ氏へ尊号を称するよう進めると、リタケ氏はこれを受けて天意に上り、おそらいらと改元し、国語を体制と定めた。また、少書令へ、演識の進言により、寛や真の制度を参考にして、百官制度を定めた。リタケ氏は、ネイ州へ支配権を伸ばすことを目論み、県令の恵比寿を誘って、ネイ州城を守るリタケ氏を討伐させた。 李武氏が病により亡くなると、城は陥落し、三千人余りが殺害され、婦女千人余りが生徒へと送られた。307年5月、旗州の留民である、東忠氏、帝等が、精神の支配下にあった、冠中を攻撃すると、精神の領収バ縛ー員は、派生軍隊首長園に討伐を命じた。東忠氏、帝は、李タ氏に救援を要請すると、李タ氏は、 リリラに2万の兵を与えて、救援を命じ、リリラは長円に対処した。長員と官中軍大使も売り、もう治むは城を捨てて逃走し、リリは官中の民を連れて、生徒に帰還し、彼らを職に移住させた。309年、指導を守っていたリリと円識が、配下の螺旋等に暗殺され、彼らは死、道後とラナオに基準した。ラナは、 配下の向井三部を安官のよろし服に送り込み、李武氏を圧迫した。十一月、李武氏は、李城らに、指導奪還を命じたが、李城は、敗れて李運と、李公が戦死した。三百十年、派生を統治していた李国は、配下の文広氏に暗殺され、文広氏もまた、田なに基準して、派生を明け渡した。李岳氏廃家の長だからはわざと殺人の罪を犯して、 指道を守る精神軍のもとに逃亡すると、偽りの降伏を行い、精神の将軍らは彼を信じてを復信とした。その後、指道に到来した、ラナオの使者を出迎えるために、唐が城を出た時、長太からは城門を閉じて、指道を奪い取り、唐は派生に逃走した。7月、ラナオが亡くなると、友も軍は、混乱に陥ったので、311年1月には、 ラナオの死の隙をついて、李情が府城へ侵攻し、これを陥落させて、指導軍大衆、党を捕らえた。さらに、李情は、李はじめと共に軍を進めて、派生を攻め落とし、文広氏を殺害した。こうして、ラナオに奪われた土地を、ことごとく奪還した。李武氏はこの方を聞くと大いに喜び、玉子と改言した。これにより、李武氏の益州支配は確立された。 314年2月、領州を荒らしていた流民の用虎らが、冠中を攻め落とすと、冠中ごと聖冠に降った。さらに、長未納党が、領州で拒兵して、阿大家の溶南敵を撃破すると、領州の地を、李武氏に明け渡した。こうして、冠義美、不良、冠中が聖冠の支配下に入った。この時期、冠義美軍の恵比寿王であるお聞き、主被下げ軍の臣。 県令軍の産をはじめとした少数民族も、ことごとく、李武氏に基準した。318年、青官の領収士シリオオトが、派生で挙兵すると、李武氏は自ら不条に入り、李状に命じて、李王トを討伐させてその支給をあげた。323年、阿ダ家の溶南鉄器は前、蝶の信仰を恐れて、弟の要件頭と共に、李武氏に降伏した。 だが、全朝軍が撤兵すると、洋南敵は武闘拠点とし、政官への基準を拒否した。李武氏は、中領軍利党を派遣して白水橋から花弁を攻撃させ、さらに政党将軍李事を派遣して影平を攻撃させた。だが、李事は、洋南敵に阻まれて進軍できず、李は、四方から攻撃を受けて、数千の兵を失って戦死した。李は、 兄離島の長子であり、李武氏は密かに後継ぎに立てようと考えていたので、その死を深く痛んだ。李尚は腰へ進行すると、腰軍隊首里務を降伏させ、さらに進軍すると、ネイ州市し、王孫を攻めた。王孫は、部下の楊武氏に全軍を与えて迎え撃たせると、李城は雨の影響もあって退却したが、楊武氏の追撃を受けて、露水で多数の歴死者を出した。 三百二十四年、李武氏は、李唐の子李藩を大使に立てることを宣言した。李武氏は嫡男である兄の李唐こそが、国家の政党であると常々考えており、李唐の長子李が、すでに戦死していることから、李の弟の李藩を後継に立てたのであった。李武氏には、子が十人余りいたので、軍心はみな氏の子を立てるようにこうたが、これに従わなかった。 326年、善良の長春は死者を青函へ派遣し、李武氏へ向けて帝国を捨てて、闘神に昇反するよう進めた。李武氏はこれに一定の理解を示し、以降前、領と死者を往来させるようになった。この後、李武氏は中原の地が乱れているのを見て、しばしば闘神へ長考して牧帝と天下を分けようと持ちかけた。330年10月、 大将軍李事が、進む南将軍日黒と、正統将軍任務を率いて、東進領の波頭を攻撃し、これを陥落させて、波頭軍大衆、要剣を伊達平まで撤退させた。さらに、日黒に別軍を与えて剣平を攻撃させ、東進の波頭官軍、岡奥をギットまで撤退させた。三百三十二年、李事は再び日黒と昌藩を前方として、主妃下げを攻撃した。 また、鎮南将軍人会に清池を攻撃させ、ネイ州兵を分割してそれぞれ援軍として派遣した。333年3月、ネイ州支援笹具は降伏し、理事は南中の地を平頓した。李武氏は、李藩に命じて、ネイ州の恵比寿を平定させた。334年6月、李武氏は頭に、用を追って6日後に亡くなった。大李が位を継承し、 李樹が六章所持となって、補佐に当たった。李藩は母に服したので、政治はすべて李樹都市と南にや、少所礼を、らがり言った。九月、紅葉を陳述していた、李武氏の小李エは、李藩が後継ぎとされたことを不満に思い、生徒に到来すると弟の李益と、李藩暗殺の計画を図った。十月、理樹は貧窮に入ると、李樹を殺害して、 弟の李希に好意を継承させた。李希は皇帝に即位すると、玉、ひさしと改元した。李希は政権を安定させるため、李藩の弟である、李とを中殺した。さらに、李ジを不条に派遣して同じく弟の李を攻撃させると、李は城を放棄して、闘神に基準した。335年9月、李藩の衆都である、羅縁は、李希の定位散脱を不満に思い、 彼を害して、リハンの子を後継とするよう企んだが、計画は事前に漏れて殺害された。この時期、リジュは、冠中に駐屯する闘神の権威将軍柴君を攻撃し、これを打ち破って、冠中を陥落させ、守る際を置いて、南帝を守った。リキは、父の代からの求心を軽んじており、国家の刑事、政治は、ごくわずかの側近とのみ協議し、 交渉や刑罰はすべてその中で決定された。これにより国家の法律、規律は大いに乱れ、政官は次第に衰退していった。338年、力は多くの者のを中立してその家の婦女や資材を没収すると、その横暴の振る舞いはさらに激しくなった。還元する者は皆罪を問われたので、人々は家から逃れるのに必死であった。 少々僕やに始めは、反乱を企んでいると布告され、投獄されて病死した。百官は、戦々恐々とし、他人と会っても目を合わすだけで言葉を交わさなくなった。十父の理事は、国家の重鎮であり、異名があったので、力は彼を警戒して、利越と共に中殺を目論んだが、理事もまた深く、これを警戒して、生徒へ赴かなかった。劇は、 理事の要聖である安北将軍理由を毒殺し、さらに幾度も中条地元を理事の下へ派遣し、彼の動向を狙いった。理事は先手を打って一万の兵を率いて、府城から生徒へと進軍すると、生徒にいた理事の聖師である理勢はこれに呼応して、城門を開き、理事を迎え入れた。理事は、生徒城を制圧すると、力の下へ赴き、 李越をはじめとした名神を処刑するよう上奏した。李キはこれを拒む術を知らず、李子シを殺害した。さらに、李樹は、人工大号の命だと偽り、李キを廃して、都憲法に落とし、別宮に遊兵した。5月、李キは、失意の中で首を吊って自殺した。その後、李樹は、側近と協議し、当心に、昇反するべきか定位につくべきかを議論したが、 最終的には定位に上って環境と改善し、さらに国号を生から冠に改めた。理事は自らの側近やこれまで不遇を囲っていたものを抜擢すると、従来の苦行や中軍の長官をすべて降格し、李武氏の代からの求進や近心はすべて左遷された。9月、僕や人顔は理事に反乱を起こしたが失敗して中殺された。人顔は 李武氏の妻である、忍耐号の弟であったので、李ジはこれに囲つけて、李武氏の諸子を、ことごとく中殺した。339年9月、李ジは病に伏せるようになると、配下の競争、らひさし、会、イ、氏名、李アラはしばしば、李ジへ、帝王を捨てて、投身へ基準するよう進めたが、李ジは怒って、李縁を殺害し、競争や会イ氏名にもこれ以上この話を、 しないようしをかけた。李事は、官の武帝や義の名帝を慕っており、父や兄の業績を軽んじていたので、長義で先代の政治を話題に出すのがはばかられる、ありさまであ。教僧らは、父母の勤労をあざけるのを止めるようたびたび進言したが、李事は取り合わなかった。あと、長の石虎より闘神を共同で攻略する様、持ちかけられると、李事は大いに喜んでこれに応じ、 軍備を整えて、軍業を準備すると、少々例馬あたりを六軍と特に任じて仮武士を与え、七万の兵を指揮させて長江沿いに進ませた。だが、軍心は、東進討伐に猛反対し、涙を流し行動して、理事をいめたので、理事は、出兵を思いとどまった。341年12月、理事は、大使の理勢を大将軍、六将所寺に任じた。 即位当初、理事は、李武氏に習って、寛大な政治を心がけ、倹約を美徳とした。自身の欲のままに振る舞うことがなく、職の民心をつかんだ。だが、後長への使者として派遣していたリア王、が行から帰還すると、石虎の威勢や行のにぎわいぶりを盛んに述べ、石虎が厳しい警報により欲統治していると伝えた。理事は、石虎に習おうと思い、進化に、 わずかな過失があっても、すぐさま厳罰に処すようになった。左僕や、最強や、右僕や理局はこれを厳しくいさめたので、理事に中殺された。また、理事は、行に比べて、生徒が充実していないと考え、近くの軍から、青年男子を挑発すると、救出を大いに集築して、水を引き入れるなど、車子を欲しいままにした。大勢の民をにあたので、民衆は疲弊して、 恨みの声が道にあふれ、十人のうち九人が造反を考えるありさまであった。その後、李事は病に倒れると三百四十三年八月に亡くなり、大使の李勢が後を継ぎ、対話と改言した。李勢の弟である大将軍、菅王李公は、李勢に子がいないのを理由にスめら不当等々の地位を求めたが、李勢は認めなかった。馬あたりと、海使名は、 李公の要求を許すように強く進めたが、李勢は馬あたりらと李公が乱を起こそうとしているのではないかと疑い、小国、東高氏に命じて馬あたり、海氏名を捕らえて残首して山賊を皆殺しにした。李公は、林、公落とされ、間もなく自害した。吉尾美であった、海氏名と、馬あたりが殺されたので、これ以降後期を引き締めたり還元する者はいなくなった。 三百四十六年、王の保つ利益は、理寿の政治が乱れているのを見ると、乱を起こして、新こと武器で挙兵し、職人の多くがこれに従った。理勢は、生徒城を固く守って防衛し、利益は城兵により射殺されたので、敗下の兵は三滅ぼした。理勢は、利益の死を確認すると、かやすしと改言した。この時期、西南方の移民族が乱を起こすと、 生官軍は争わずに退いたので、生官の領土は日ごとに縮小していった。加えて強作にも見舞われ、国力は大いに衰退した。李税は凶慢で、財宝や助食を愛し、人を殺害してその妻を奪うなど、行院にふけて、国事を帰り見ようとしなかった。また、猜疑心が強く、大臣を中殺して、刑の運用を厳しくしたので、民は皆恐れをののいた。 不祖以来の求心を遠ざけて、自らの側近数人を信任し、彼らが政治を牛耳った。理勢自身はいつも近中に閉じこもり、苦行たちに会うことが少なかった。347年2月、東神の大芝官温が青函攻略の兵を挙げ、水軍を率いて進撃した。東神軍が征夷に到達すると、理勢は大軍を率いて迎撃した。 さらに、李福や剣らに数千人を与えて、敵軍を阻ませた。三月、関音が、放課多に至ると、李福はいとこの李剣らと共に襲撃したが、帰り討ちにあった。その後も、李福らは連戦連敗し、軍は、散り散りとなって、生都城に逃げ戻った。剣は、県位に到達するも、関音と行き違いとなり、急いで引き返したが、関音はすでに、 生徒の十里の地点まで来ており、県の軍は戦意喪失して戦わずにじつぶした。李勢は全軍を動員し、罰子に置いて、関温に決戦を挑んだ。李勢は、闘身の前方を破って、三分、京守るを一時にさせるなど、一時は、関軍のややが、関温の馬前まで届くほどに追い詰めたが、次第に盛り返されて関軍は破れた。関温軍は尻ぞかずに攻勢を強めると、 漢軍は大いに改装した。漢温は勝ちに乗じて城下に至ると、火を放って、聖徒不都市場の書門を焼き、聖勘症城を焼き払った。李勢は野安に紛れて東門から脱出すると、県と合流して、進む呪軍の下放城に至った。唐高氏と県が降伏を進めると、李勢は遂に降伏を決断し、降伏軍を漢温の下へ送って、漢温の軍門へ赴いた。勘音は、 李勢とおじのりふ重慶の利権をはじめ、親族1人余りを健康へと移した。こうして、政官は滅亡した。李勢は、健康に送られて、気に行とされ、361年に死去した。政官の皇帝権力は、必ずしも兄弟とは言えなかった。理由は、派人である実氏に、旗た現在の官宿省東部の土着勢力。 駅州の土着豪族により構成された連合政権であり、悪く言えば豪族反乱集団一種の竜宮政権とまで言えた。政治機構は中国王朝に習って上昇以下百官を設置し、地方には軍権制を導入した。ただし安定したのは李武氏の時代だけであり、その死後は政権内部が自立確保派と等身基準派に分裂して激しく対立した。 これは、政官の政権基盤に官族が多く、進むが闘神として、安定政権を築くと逆に政官の正当性自体が問題化したためであり、李武氏没後の短期間にわたるクーデターにも常に闘神基準派が絡んでいたとされている。結局、李武氏の死後、滅亡まで政官は内部対立が解消できずに滅んだのである。五官末期から三国時代の騒乱期において、 漢中や破職は琴米道信仰の広まった地域だったので、李武氏は在地勢力や在地社会に配慮して、半長顔という同志を天地大使として政権に迎えている。政官の建国者は李武氏であるが、父の李徳の時代に自立して、剣発という年号を立てているので、李徳を初代と数えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。